株式会社ホッカホッカティン総本部は、ホッカホッカティンのフランチャイザーを営む会社である。ホッカホッカティン総本部を名乗る法人は2台存在し、本項ではその両方について記載する。1981年7月27日に設立。先んじて設立されていた株式会社ホッカホッカティンからフランチャイザー機能を移行し、株式会社ホッカホッカ亭は東日本地区のフランチャイジーとなった。1984年に株式会社ダイエーと提携。1985年に東部、関西、九州の3地域本部制を導入した。1990年代に入るとダイエーは、経営不振に陥り、1999年4月30日、ホッカホッカティンの株式を、九州、山口地区のフランチャイジーだった、株式会社プレナスへ売却。これにより、プレナスは、九州、山口に加え、東日本地区の店舗も取得することになり、全店舗の3分の2を占める最大のフランチャイジーとなった。プレナスはさらにホッカホッカティン総本部の株式 44% も取得し、創業者である田淵道之社長に次ぐ第2位の株主となった。また、2004年にホッカホッカティンを吸収合併した。北陸、関西、中国地方のフランチャイジーであった株式会社ハークスレイはこれらの動きに対抗し、2006年6月、株式会社ホッカホッカティン総本部の株式 54.17% を創業者から取得して子会社化した。この結果、ホッカホッカティン総本部はフランチャイザーでありながら、主要フランチャイジー2社により株式の大半が保有される状態となり、さらにハークスレイの子会社となったことにより、社長が兼任するなど、同社の影響力が強まった。このことなどから、プレナスとホッカホッカティン総本部は、商標権や店舗の運営方針などをめぐり対立。2008年5月15日に、プレナスはフランチャイズを離脱し、同社の店舗は、ホットモットに移行した。最大のフランチャイジーだったプレナスの離脱によりホッカホッカティンの店舗数は3分の1近くにまで減少し、業界3位に転落した。なお、3分の2近くの店舗を引き継いだホットモットは、本家かまど屋に次ぐ、業界2位としてスタートしたが、2009年7月末には、業界1位の座に上り詰めた。ホッカホッカ亭は、現在も、業界3位である。プレナス離脱後の2008年12月には、新ブランドロゴへ一新。また、2008年7月31日、2009年5月29日の2度に、渡りハークスレイなどを引き受け先とする、第三者割当増資を実施。これにより、ハークスレイの影響力がさらに強まり、ホッカホッカ亭は事実上ハークスレイを中心に運営されるようになった。2015年7月6日に、ハークスレイの完全子会社となり、同年10月1日に同社に合併され消滅した。これによりホッカホッカ亭は、かつてフランチャイジーだったハークスレイがフランチャイザーとなって運営する店舗に移行した。2021年5月19日に、親会社のハークスレイが持ち株会社制へ移行するに伴い、ホッカホッカティン事業を営む、株式会社ホッカホッカティン総本部が新たに設立された。2015年9月30日時点のもの。括弧内はかつて展開していたが同日時点で店舗がなくなっていた地域。ホッカホッカティン刑事地区本部、ホッカホッカフーズは、ハークスレイと業務提携。2008年5月14日時点のもの。フランチャイズ契約解約に関するお知らせ。株式会社プレナス。2018年1月27日閲覧。プレナスホッカホッカティン総本部と FC 契約解約。ネット IB ニュース。2018年1月27日閲覧。マネージン編集部。ホットモット、店舗数で、業界首位に、他弁離脱で始まった、熾烈な陣取り合戦。ライブドアニュース。2018年1月27日閲覧。当社に対する仮処分命令の申し立て却下に、関するお知らせ、アーカイブド2008年9月29日、アットザウェイバックマシン、株式会社プレナス2008年3月31日、株式会社ホッカホッカティンソー本部の全株式の直接保有に関するお知らせ、株式会社ハークスレイ2015年7月6日、完全子会社の吸収合併に関するお知らせ。株式会社ハークスレイ2015年7月7日、ホッカホッカティン総本部、プレナスを、提訴100億円賠償請求、日経ネット2008年12月16日、株式会社プレナスに対する損害、賠償請求訴訟の提起について、アーカイブド2010年11月5日。アットザウェイバックマシン。ホッカホッカティン総本部プレスリリース2008年12月16日。ありがとうございます。